未来の鑑定士発掘バトル、はい、こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その回答を月子先生に100点満点で採点いただきます。よいしょ。今月のカードはエンジェルオラクルカード2、天使からのメッセージです。はい、テーマは何でしょう。今回は結婚運です。結婚運でございます。はい、対戦は百瀬ちゃんと後藤ちゃん。ごっさんが引きます。じゃあこれで、おい、どーん、おー、鑑定開始。もうすぐ結婚できると思います。マジか、羽が生えていて、バージングロードへ飛び立とうとしています。バージングロード、バージングロード、今期は近いと思います。ありがとうございます。締めだな2人で。そこまで。結婚っていうことで見ると、あなたはその男性に光を与えることができる人です。いろいろな人たちを助けたりとかね、光を与えたり励ましたり、そういう力を持ってる人だから、自分の持ってる可能性、チャンスっていうものを信じて臆することなく、どんどんそれを外に出していきましょうっていうカードです。やばい、来ましたね。応援よろしく。もう何点でしょうね。全然、そうですね、70点で。いいんですか。はい、お、なんか、さあどんなカード。綺麗な、おーらららら、鑑定開始。よく見ていただくとちょっといい、周りが砂漠っぽいというか、誰もいないんですよね。はい、でもちょっとあのてっぺんには日の光が当たってるっていうのもあるので、まあまあもうちょっとね、あなたの努力があれば、もう少しでね、光を与えてくれるような人が現れるんじゃないかというような感じですかね。なので今は、今期はしばらく先だと思います。あらら、そこまで。これね、まだ今は見えないけれども、まだ見えない地平線の向こうに、あなたが目的とするもの、あなたのゴールというものが見えて、あの、ありますと。なので諦めないで、そのまま歩み続けてくださいって、そういう前向きなカードなんですね。結構ね、あの、大まかなところ当たってたので、じゃあ75点で。どうぞ、勝者後藤ちゃんでした。